全国麻雀ファンの皆様お待たせいたしました。ただいまよりフォーカス M シーズン8 54回戦の模様をお届けしたいと思います。司会実況は私畑たつきです。どうぞよろしくお願いいたします。そして解説は藤島健二プロが健二郎プロですね。はい、ありがとうございます、藤島プロどうぞよろしくお願いします。はい、お願いしますさあそれではですね、早速対局場の準備ができたようなので対局スタートしたいなと思います。フォーカス M シーズン8 54回戦東杯の開始です。なおルールは一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール、80分プラス1局の時間打ち切りで行われます。さあそれでは改めまして藤島プロどうぞよろしくお願いいたします。さあ54回戦ですね。こちらちいちゃはこちら黒沢ですね。そしてなんちゃに森山、シャーちゃに内川、ペーちゃに吉野の順で行われます。ドラはウーソー。さあ先ほどですね、内川が見事な上がりというので吉野を逆転したところが53回戦と。うーん、吉野さんもね、好、はい、内容だったんですけど、最後の爪のところでね、はい、ちょっと謝りましたね。ご本人なんか言ってました？言ってましたよ言ってましたそうですか、はい、どこですかみたいな、どこミスりましたかみたいな。あ、いやあれはでもリャンワンパーマンのいいリーチでリャンワンを持ってきてしまったところだけですよね。他は何かありましたか？いやいや、それは、はい、それは畑さんもちょっと違ってて、あらららら、申し訳ない。それは、はい、いわゆる結果論協会ですよ。結果論協会ちょっと、まず吉野さん、はい、上がりがあったんで、はい、かはね、振り点だったんで、最後の街がね、そうでしたね、カンパーピンでもリャウパソでも、そっか、そこですね。まだ結果論協会入ってますね、僕ね。そう、はい、それはダメですよ、ね、ダメです、はい、それは結果であって、はい、道中の過程の話なんですよね、やっぱり。そっか、そうですよね、はい。さあそして内川は赤が1枚、こちらペーチャー吉野も赤馬が1枚、あるが使えてない状態。こちら親の黒沢は、ウソが赤ドラのウソですね、なんとかなりそうな手ではあるけど、はい、まだ一面つ、あ、はい、これでいいシャンテンだけど、ちょっとそんな嬉しい牌じゃないけど、目いっぱいだね、はい。さあいいシャンテンではある。おっと、これで赤馬が使える形、選択はカンパーピン払いにした。まあこれはドラがウソってことで感知層が残りましたか。はい、会長もいいシャンテンだけど4連携ができて選択。パーソー急走払いなんかもあるけど、はい、パーピンを切らジャント固定にしましたね、チーピンのね、はい、マンズが伸びればパーソー急走と、ダイレクトに来ればそれは採用ということですもんね、はい。これも結構普通ですね。さあカンパーピンを切られていった親の黒沢が一番形が今現状悪い形か。これで天敗ではある。まあ取って黙点かな、会長はね、はい、そうですね、役割なんで、はい、いいペーコンの形ができました。近川さんはいいピンかな、これで、はい、ちょっと広がった、はい、リャンワンを引いてもいいペーコンができる形。スーピン切りもちょっと有力でしたけどね、一通の変化がちょっとあったっていうことで、さなりを引いてくるリャンゾー、インピン切っとくと、まあ別の入った時のタイヤを移行なんかができるっていうメリットがこっちはありますね、はい。あ、おこれは嬉しいよ、そう、これはね、インピンで目いっぱいかもしれないし、安全度でパーピンの方を切るかもしれないし、はい、両方あるけど、E ピンじゃないかな、パーピンにした、パーピンを、はい、E ピンが2人の現物ってことですね。うわ、小さくそのまま引いた、そのまま上がりました。最速いいペーコンの上がりですね、はい、これは500戦の上がりとなりました。これも結構難しいですよ、はい、小さくどっかで払っちゃう人結構多いもんな。そうですね、これはね、選択として、はい。あと2曲です。インシャンテンで払う人もいるし、テンパイで払っちゃう人もね、はい、もしかしたらね、マンズ4連携だったからいるかもしれないんで、入ってくれば広くなる、うん。さあドラはチーマンですね、6杯2つ、親は森山、なんか面白いんじゃない、これいいですね。イーマもアンコー、ローソーもトイツ、アンコーとか狙っていくんじゃない、はい。リャンピン、ピンズを払っていきます。リャンピンから切っていく。うわ、内川いい数層が入ったか。吉野も良さそうですかね。悪くはないけど、ちょっと他の人の手から見ると見劣ってるね、はい。さあここが楽しみ。まずそうですね、会長の手は楽しみですね、はい。市川さんね、もうこういう手をまとめるのはもうピカイチうまいんで、ピカイチですね、はい、はい。
うん、黒沢が少し遅そうか。裏引きだから。おお、パーソンも重ねました。おっと、これはマックスまであるか。だってね、第一打パーソン選びそうだけどね。はい、選びそうですね。取っといて重ねたんだから、これはね、会長手応えありますよ。このあ、でもこの白を泣いていきましたね。さすがに役あれば、はい、数あんこにはこだわらないってことですね。親番ですからね。はい。さあ、ここに初が1枚、会長が泣きたい。はい。ただ会長の一泣きということで、はい、結構警戒はいきますよね。確かに黒沢も会長も一泣きあまりしないタイプ。内川さんも今ね、はい、全然いらない初手元にありますけど結構切り出すの嫌な感じはしてると思いますよ、はい、でこのただ役入ってだけじゃなくて白動かれた後に初動かれると、はい、今度はもう大三元の、ね、リスクも出てきちゃうということ で、ね、はい、この初って結構打ちづらいんですよ。その面前派の人の三元牌の、ね、一泣きのケースは特にですよ、はい、そんなこんなで黒沢もいいシャンテン。この初がいつ出るのか、だからもし次一手進んでも打たないまであるんじゃないかな、はい、打たないまである。うん、ちょっともう3色厳しいからね、はい、あでも急走まだまだ手元に残しておく、うん、これはねその下茶の会長に対する絞りもあるんじゃないですか。 これもねウーマンになると思うんだ。まだ初はあ打ったでも初切りました。たよ。さあ会長がこれで森山が負けた、まあね、価値が高いからね、はい、流れない。あこれでもサブロソン埋ればいいですよね。ただ、はい、尊重してやめてんと。やめてんと、はい、ね、しっかりしますよ。さあ老朽満待ち、うん、まあ、マンズ待ちが残ればね、はい、やめてんで切ってくれるケースはかなり多いんだ。あ黒沢さんは、はい、あれ暗装現物か、はい、そして黒沢以外順が見えてない状態ですね。さあ老朽満の待ちは内川シャー、これは統一になったががですよ。シャーチャでシャー統一だけど勝敗選択は、はい、ピンズになるかな。233できるのかな、はい、そうですね。さあローソーパーソー待ち、いやーロッキーワンのやめて強いかなやっぱり。あでもソーズ持ってきた、うん、これでどうす、あーでも行きました、うん、3層はね、はい、あの3巡前に黒沢さんが勝負してて、はい、あの地位が入ってない牌でしたね。はい、3層は押せると、うん、さあ黒沢もいいシャンテン、どうだ。まだ現状パーソーが山に2枚ですね、うん、ローソーはありません。パーソーが2枚残っております。そして内川の老朽満、9万が1枚、ローマンが1枚ですね。表示牌に1枚あるので1枚と、うん、さあ吉田ビンズを落としていく。この黒沢の急走はどうですか。最終切るんですかね。テンパってから考えるかね。これは4と変えます、うん、はい、そうですね、はい、4と変えました。うん、ただ黒沢さんの場合今ターツが弱いんですよね、はい、ペンチーマンと薄くなったサブローピン、はい、なんで結構見えないくなってきてますよね、うん、お初ですね。初はカンカンしました。そしてシンドラがスーピン、さあ内川パー、おっ積もりました。さあそして新しいドラが乗ったもんね。2004戦だね、はい、金仏も赤ドラに2004戦の上がりとなりました。さあローマン君は1枚ですがこれを積もりました。内川、うん、天です初の押しからね、はい、闇天にしてっていうことですね。イースソーも、まあ、6万なら単ヤオだったけど、うん、ションパイのイースは打たずと、はい、闇天族このまま上がったけど、うん、あとそして吉野の手こちる、おおチーピン、もう一色一色ですね、やばいやつじゃない、素晴らしい。さあそしてドラが
なんとピンズでウーピンです。会長の手もめちゃくちゃいい。はい、内川さんのもまた、内川さんも一通できたよ、これ。やばい。これはやばい。この曲やばい。はい、そしてドラのウーピンが残ってる。この曲はやばいね。はい。さあ、お見逃し禁止ですね、これは。うん、黒沢も遅くはない。うん。中層うわー、自分でペイワン。ここに。死んだね、これは。はい。リャンシャンテンか。で、リャンシャンテン、はい。さあ、これは、ピンズ、ウーピンにくっつけばもう、転売。そうね。うわあ、まだ。イシャンテン。はい、イシャンテンですね。イスピンリャンウーピンで転売。違うか。リャンウーピンでも OK ですし、イーピンも OK、スーピンも OK ですかね。そうだね。シャーも一応は、はい。イスピンリャンウーピンシャー現状。はい、ただこの森山もリャンピンが握れになった。これはもうチームあるね。うわー、マンズ。ただウーピンが切れるか。お、これで黒沢もいいシャン。リャンピンが3枚目が出た。3枚目が出ました。いやー、これはちょっと吉野さん、はい、身長穏やかじゃないね。こんないい手なのにリャンピン切れちゃうよってなってますね。やめてよと思ってますよね。ただウーピン、あー、うわ、来た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 。うわうわうわ、え、リね、今リャンピン危なくないですか。あ、間違いするかな。しない。しないですね。しないか。バレてないもんね。はい、うわ、これは会長のウーピンが結構危ない。はい、会長のウーピン結構危ないね。まだ老僧だけど。はい。マンズがくっついたら危ない。しかもピンズは相当くっつきづらいのよ。吉野さんがローピン3枚持ってて。はい。そうですね。まあ、ドライヒョウいるけどね。そうなったらね、サブローピン結構薄いし。これここの内川もサブロッソ3枚。うわー、うわー、これどうする。一旦ドラ短期。ドラを切ったら当たり。ドラ短期。いやでもこれ危ないね。危ないですよ。このウーピン誰か切ったら。だって1通あるからさ、はい、内川さんドラ短期じゃなくても打点十分だから。うん、これはね、一通があるから仮点のシャンポンですよ。はい、うん、まあ、つもぎりまである、はい、なんなら。ピンフイペコか、ピンフイッツを狙う。まあ、取りましたか。うん、馬を切っていきました。いや、これは、ちょっと激アツ。どうだ、ウーピンいるか。うわ、危ない。これは、これはウーピンだ。止まんない。止まんない、止まんない。やめて、やめて。あー、切られた、ウーピン。さあ、これで上がりとなりました。1万6000。はい、鎮逸。イペコ赤。あ、ドラですね。失礼しました。何それってなってます、ね、何それって何それ顔してます ね、 ね、顔してますね。いやいやいや、これはきつい位置だ。いや、無理だよ、うん、だって闇天で1万2000になったもん。はい、ドラ切るよ絶対。はい、絶対に切る。絶対します。後ろ絶対に切る。さあ、この顔です、吉野。いや、すごかったですね。ピンズが、あ、また会長が赤赤の手。もう1枚はあるかわからないが、あ、吉野さんはドラアンコで、はい、9の3同コで動いたね。珍しい手ですね。まあまあ、あ、これもポンすればもう約確定ですね。確定した。はい、珍しい3色同コです。どうすんだろうこれ。トン、何それ。トン新しいね。はい、え、残さない。トンまだ超倍ですよね。999に5を3枚浮かしてるの。はい。赤ですか。どうでしょう。さあ、真ん中を残しています、吉野。ただ役は3色同行は確定している。なるほどね、はい、面白いですね。なんかまたパーピンも残している。うん、なんか変だね。はい、そう、新しいですね。パーピンだったねこれね、はい、多分ね。あーいだ、うん、ジン残してですね。うん、絶対縦に1枚欲しいからね。はい、さあ、ウーピンもあんこにしました。これイーシャンテン、観老荘とリャンワンのイーシャンテンか。酸素払って、ペン酸素払って、ね、はい、うーん、どうする。缶はしな しない。ちょっと不安なんでしょうね、はい、感触的にですね。さあ、そしてドラがキューピンなので、吉野がキューピンはあんこ。さあ、何が入る。うん、パーピン、これはもうパーピンですか。パーピンしかないでしょ、はい、さあ、役確定。はい、まあそうね、ここでチューン取られてればね、サブローピンの1万2000が一応組めてた、はい、そうですね、親の漫画ができていた程度ではあったが、これ難しいな。でも1枚切れの4万にしました、はい、これ目いっぱいですね、これが。さあ、トン4曲ですね。うん、これはあまり嬉しくないか。
まあ、ただこれでピンズ重なりでもね、はい、テンパが入るんで、ただ絶対短期待ちになっちゃうんで、そうですね、 C はできないですよね、はい、しづらい、少なくともしてもいいけど、重ねられるか、うわうまい、うまい、結局は大丈夫ですね、はい、これで1万2000の手、ただサブロースはバタバタ打たれて、はい、これはでも盲点だね、サブロースで1万2000って言われる仕掛けじゃないからね、そうですよ ね、まあ、白あんこのケースとかはあるけどね、はい、白あんこのケース、まあドラが統一で赤嘘があっての1万2000があるか、はい、一応ね、でも白持ってる黒沢さんからすると、うん、ちょっと待ちは読めないかもしれないね、はい、やっぱ頭の中には3色同行はないですよね、まあすでにあんこっていう風にまあ、はい、読みづらいかなやっぱりな、それでたらイーシャンテン、はい、来ましたイーシャンテンまで、あこの3増どうでしょう、けど3万で目いっぱいですね、はい、ローソーが入ったら三増が出てしまうけど、現状ねローソー2枚切れだから、はい、レアンは埋まったら貫通層にしそうだけど目いっぱいない、うん、そうね、せっかくね、はい、ドラのキューピン隠し持ってるから、これはレアン面で待ちたいですねそうですね、あこれは貫通層できたね、はい、さあ貫通層待ち封層が現状川に1枚、そしてここですね親の吉の手に1枚、残り2枚残ってます、うん、リャンゾこれは会長の入り目、シャアはションパイ、はい、うーん、そして白も切りづらい、白もね期待値薄いし、これはベタ折りですね、打点的には見合わないんで、わなんとさあ会長一発も赤さん一発もオールスター、さあ裏はどうだ、あーいいピンでしたね裏は、はい、3600、はい3600ですね、リーチ一発も赤さん3600の上がりとなりました、関数層一発もサブローピンになってても上がれてはないから、はい、高くはないけどちょっとモヤモヤしますねこれは、はい、吉野さんはね、途中まではめちゃめちゃうまくいったんですもんね、さあそしてドラは小さ、うん、会長はハクとトンが統一、ピンズの上ができている、面白くなりそう、ピンズで一面つあるから、はい、ピンズの本質は逃せないんじゃないかなっていうところはありますけど、はい、あドラの小さが1枚余ってるんですね、はい、ということで本質よりはまずシンプルに組んでいこうっていう、そういうチューンでしたね、はい、そして親は黒沢、ドラは小さですね、1枚ここにあります、さあパーピンで少し悩んでいる、イーマンかな、はい、イーマンを切っていきました、打ち勘では一気通貫が見える、うん、吉野はシャアをワンコンにしましたが、うん、黒沢も、うん、黒沢さん悪いな、はい、カンちゃんばかり、まあ、せめて単葉ぐらいはっていうキューピンですね、はい、会長うまうまった、これは仕掛けるのかな会長、ちょっとわからないな、はい、白ですね、ポンしてくっ月とかに、あだごめんなさい、はい、トン吹かしてましたすでに、トンは、はい、トンは役じゃないのか、役じゃない、はい、内局となりました、白も吹かした、はい、トップ目だけどね、うん、リャンピンを選択、おお3層嬉しい、これはもう1通いらないもんね、はい、これでいいシャンテンの形となりました、さあこの2枚目の幕、ね、はい、ね、はい、悩んでいきました、うーん、2万つもぎりたいね、はい、ちょっと背狭になるけど単野だけ確保して、まあ、レアウパースを引いたらね手広くもなるんで、はい、一旦効率は落ちますけど2万つもぎりが良さそうですね内川さんとは、はい、はい、一応もこれで手広くなったね、くっつきが増えた、うん、これで広く、はい、なりました、引き方によってはねめちゃくちゃ高くなるケースもある、ゴロチの3色なんかもあるし、さあ黒沢はチーピンですね、ペンチーピンも払っていきました、うん、8、さあ黒沢さんはちょっと時間がないかもしれないね、はい、吉野はドラドラに、うん、ただキューピンをもう1枚切っていく、
さあ盛り上がりチーソーおっと来ました。これはやみ天ですね、5200あるんで、はい、寒地ピンの景色もかなりいいですね。はい、現状は三枚山、うん、三枚山黒沢さん止まんないですね、会長止まんない。ああこのチーピン、チーピンだ、一瞬黒止まりました。チーピン単野を赤ドラ5200、はい、力の上がりとなりまして5200の上がり、会長からトップ目から上がりとなりました。さあそして森山の親となります。うん、丁寧な5200ですね、はい、やっぱり面前の手順は勉強になりますよね。さあその森山の手はこちら、うーん1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10倍ですね。これはもちろんやりますよね、もちろん行く。さあドラが数万、千葉さん今回もいいですよ、うん、ソーズがいい形、女子のも泣けばかドラもありましたかね、はい、ピッサとはトップ目に浮上して、うん、どうするか、はい、さばきに行くのも怖いけど、さあこちらチューンとドラが1枚、うん、ブロックが足りてるから声出していってほしいですよね、はい、選択いいそうかな、はい、いいシャンテン切っていきました。いいシャンテンです。黒沢さんもね、親が落ちちゃったから、はい、このぐらいの手だったらなんとかしたいけど、これで一歩前進のこリャンシャンテン、うーん黒沢ですね。さあこちら、あらららららら、会長の欲しいトンガでも3枚目が今3枚目、ね、打たれました。ただ今転敗すればまだハクトンですね、はい、ハクも1枚切られている。ハクは3枚、トーンは1枚、はいということになってます。はい、山に残っております。うん、いいペーコは作れるか、いいシャンテン、いいシャンテン、はい、うん、違う1級の違うやつ、あ、これで1,2,3だね。これはパーソーで目いっぱいの可能性がありますね、はい、関連品も良しだし、うん、これでドラ数万だしで、はい、で会長はまだ国士ってバレてない、これリャンマンイーマンだ、これで勝負手になった、うん、いいですね、はい、うん、違う、まだねマンズ川に置いてないから、はい、国士断定できないんですよ。あ、これリーチいきますか、うん、ドラを引きました、いいっていう判断ですよね、はい、これはね、ピンが会長が2枚切ってますね、最初に狙い通りか、はい、あ、ここに2枚、黒沢さんのジャンとか、はい、なるほど、でも2枚いますね、はい、まだ山で2枚います、うん、そう、いいそう、うん、まだトンと吐くいます、うん、吉野さんいけないねこれは、はい、いけないけど、何急走ワンプッシュとかあるけどワンチャンス、うん、パーソンが2枚、うん、4枚ないんだね、3枚切れてますね、ローソン、黒沢さんも目つぶっていきますよね、はい、チャンスが、どうだ、もう親番がない以上は、うん、あ、押した、何でも、まあ、ドラ筋の休め、押しやすいですか、はい、チーマンは、吉野さんはもうチーマン抜くか、はい、お、いいピン押したね、いいピンを切りましたね、はい、なるほど、ね、うん、いいシャンテンの黒沢はどうだ、そう、さらに2筋打たなきゃいけないのか、はい、あ、打つ切っていきました。さあ関連ピン残り2枚、テンパイ、これでリーチですね、はい、薄いけどもう親がないんで展望が欲しいということで、はい、数万はドラですね、スチは待ち、黒沢さんならドラを引きに行くリーチになると思いますよ、うん、そうですね、はい、さあリーチ来ました、うん、これは一つらしい、あ、で当たり牌が来た、2件だからさすがにどうするかな、ただテンパったらドラの数万は当然危ないですね、はい、会長はね、どうだ、うわー、一発も、お見事、さあスイッチワンは一発も跳ねまんだ、単品一発もドラ、すごいね、すごいですね、でトップ目浮上ですよ、はい、これを積み上げまして3,000-6,000の上がり、一気に来たね、うわ、さあドラの方は積もりました、
さあ続きましてドラはローピン。いやー黒沢さんらし上がりだな。はい、できないよなかなか。さあ内川の親となりました。何3曲チーマン頑張った。これはやる気。上のね3色ちゃんと3色まであるね、はい、内川さん。さあ黒沢白を重ねた。うん、こちらですね。うわ、来た。これはいいとこ入った。チーソーとチーピンのくっつき。はい、ファーソー9層ならねインパチまである。おささん縦系が好きなので、はい、関連ピン払いですね。これは4と1の黒沢。さあ何が入る。あれ、うーん、いったんですかね。単取るか、はい、上がりたくないなこれ。2000点トンのみ。さあ何も重ねました。これでいいシャンテン。1対1シャンテン。会長もね赤ドラあるから。はい、先ほどのツモで黒沢が1着、現状1着。これは文句なしですかね。文句なし。はい、来ました。やめてんですね。はい、ファーストは現在1枚切られて、ここに1枚、山には2枚残ってます。やめてんの12000。はい、ちゃんと3色、まあ、トップ目になった黒沢さんの第一だかパーソ、はい、トップ目がつもげる牌ということで闇点になりますかねこれはね。うん、さあ何を切る。初を切っていきました。さあ4巡目で天牌。トントンが当たれたからちょっと嫌だけど、はい、うん、黒沢さんはもうチートイツか、まあ、あわよくばのスワンコ縦系に決めましたね。はい、さあパ、うん、パーピン。パーソー山に2枚。うーん、おー、ま、ワンコができた。いくか、これはマックスまであるか。なんか、あ、ここに、うん、このパーソー。あー危ない。あー、いかない。あ、これで目立つけど、はい、目立つけどね、パーソーは止めらんないな。はい、まだパーソー残り1枚。うん、いやどうなの。さあこのパーソー、もう時間の問題。いや無理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 、これは無理だ。このパーソーです。さあこのパーソーが上がりとなります。ちゃんと3色12000点、親の内川の上がりとなりました。さあそして親番続行ですね。難3曲、親番続行、続行の1本場です。ドラは9ピン。うーん今のパスはでも出ちゃいますよね。そこは出ちゃう。はい、数番がアンコになり。さあそしてこちらですね、親の内川は赤赤。うん、黒さん手は良くないか。これはE4 と E1 がドイツ。まとまってるのは会長だけど、はい、フォーズがいっぱいと。会長も親が落ちて今ラス目に落ちちゃったんで、はい、まあちょっとこのぐらいの手だったら頑張りたいけど、うん、打点が欲しいからね、はい、仕掛けはないし、どう高くしていくかですよね。ここですね。はい、仕掛けがあるとしたら、仕掛け込みで本一いっちゃうが有力ですけど、はい、あ、もう行きましたね。もう本一ですね。割ってきましたね。はい、2巡目に切っていきました、マンズを。あ、コンポーマン入れた。これはシンプルにパーソー打ちそうだけど。はい、パーソーを切っていきました。うん、内側が一番、お、いいソーン取った。はい。これは立って考えるけど、あ、いいピンを切りました。ただ仕事があるのか。はい、うん、まあ、まだ手なりですか。はい。うん、三蔵も残すか。なんかパーピン、パーピンか、うん、パーピン、はい、パーピンを切っていきました。うん、さあどうだ。さあマンズはいらない。数万、数万一気通過も見える。これはさ、うん、ウーピンじゃないかな。ウーピンですかね、はい、まず後継を一つ決めて、はい、一気通過も見える手になってきた内川。そうですね、一
をもう決めちゃう酸素とかもあるけど、はい、あ、うん、いい、これ、あ、これ選択、親番だからいい番になると思うんだ、はい、一通はあるけどね、ペン3ワン、うん、1枚、一通こだわった、一通感きました、ペン3ワンは1枚切られている、これはメリットとしては最悪ね、サブロワンの地位点が取れるっていうところにありますよね、はい、うんうんうん、なるほど、さあ会長は注文を自分であんこにした、うわー、これはまたレアミ点が来るよ、またレアミ点ですか、レアミ点だね、さあまた1万2千の手一気通過、赤赤、クロスソンドラ切ったね、はい、さあただ会長も手が育ってはきている、はい、すでに天敗、ここは3ワンが来ても出なさそう、一応掴むと危ないね、危ないですね、さあ残り3ワンが1枚切られてるだけなので3枚山に残ってます、3山なんだ、3山です、強い、これで縦だね、黒沢さんは、はい、うわこれで3ワンいったら危ないか、であるけど、はい、ただ何が1枚いけるか、何ぐらいポンするよね、はい、そうだね、2枚目だから、はい、何も泣いていきました、黒沢がポンをしました、うん、いやでもトイトイなんだ、トップ目ですよ、はい、黒沢さん、レア面ですよ、サブロッソ、これ見てください会長、きたー、サブロッキュッソ、これは手役アーティストきました、ただ森山さんの現物に3万があるんで、うー3万、よし、ただ3万をこれ4と買えそうですね、はい、ノーチャンス、ペンチーピンの方が危ない、ドラは9ピン、ピンが切れてるんでね、はい、4切りますね、これ内川さんはね、さあ内川は転敗している3は引いたら危ないか、9万、吉野さんはもう1枚も打たないんで撤退ですね、はい、中抜き、吉沢さんは今一旦現物のしない、 G マンを切っていきました、うん、3ピン、さあこちらサブロック急走待ちたいです、ペン3は待ち、いや吉川さんはどこまでも現物待ちなんでダマテンで押す、はい、吉野さんはもう抜くけどチートイツがちょっとある、一番高い急走がまだやばい、ああ3万先に打たれた、この3万が当たりとなる、さあ会長さあ、まあまだそこまで市川さんが押してるようには見えてなかったですかね、まあペイ打ったか、スーピンは結構通しやすいけど、うん、速点に対して1枚切れの自販をしたから、まあ吐くからでもよかったかもしれないですね、黒沢さんね、さあこれで2連続1万2000の上がりとなりました、内川、さあ南三玉日本馬ドラがパーソー、パーソーは1枚ギリギリのとこでしたけどね、はい、効率で E マン切っちゃう人も結構いると思うんだ、僕なんかも E マン切っちゃうんですけど、ギリギリのところで手役の方に行って見事ね、はい、残り全員山の3万で打ち取った、見事でしたね、お見事です、これは会長のサブロ急走もすごい山に、うん、会長もね、想像が寄ってきて、あの形残ったらね、上がらせてあげたかったけど、ね、なんと3話が、さあ、そして赤が入りました、親の内川、黒沢は何をあんこに、森山も赤1枚、ドラが1枚、うん、おいい数万ですかね、ここ。ただまだドラのパーソーペンチーソーが引けてない状態、うん、はい、さあ発音問いつに、ああこれどうする、ジャントができた、うん、シゴロを嫌っていきます、うん、ブロックが足りたという判断ですね、はい、ドラがパーソーじゃなかったらね、ちょっと逆にスースは残したいとこでしたけど、はい、おこれで初もあんこにしました、今回はねドラがパーソーだからペンになると思いますよ、はい、あチュンからか、チュンから行きました、1枚切れてましたね、はい、さあ吉野も6、7、8の3色のイーシャンテン、イーシャンテンノット、これは仕掛けもあるか、急所急所だから、そして黒沢は現在狙ってますか、これはどうでしょう、まあ一応ね、はい、国士と天秤、まあ国士ですね、はい、うん、道中ね縦に来たらちょっとね、ヤクヤクトイトイとかも狙っていける手配ですけど、はい、これはもう国士の方が近そうですね、はい、リャンシャンテですね、失礼しました、
さあ数万が入り何を切る、パースを切るのか、チーマンを切り出していきました。リャンソーが2飛びなんで難しいですけど、はい、リャンカンの方にはせず4万にした。しかも吉野さんあれですね、カンチーマンのチーテン取らなかったですね、はい、取らなかったですね現状。はい、まあ、ドラヒョウがもう1枚出た後っていうのもありましたけど、さあ内川さん選択、うん、6、7、8、ピンズの3、7、うん、どっちがいいかの選択でしたけど、パーピンはつもぎり、黒沢はハックと、9ピンイーソーですね。難しいな、チーソーがね悪いから難しいけど、はい、ウマンを切っていく、移動系の部分をね払いつつですか。はい、吉野さん難しいな、チーマン動かないってなると結構この後が難しいんですよね。はい、チーマンは2枚切られております。うん、うん、進まない。さあ誰が一番、おー、ペイは持っている。ただこれペイ何残してたら、もしかしたらもう一個の方ありましたか。いやでもペイが2枚切れてますね、失礼しました。チーソードラがパーソーなんでっていうのありますけど、はい、チート率が出たんですね、はい、今それでちょっと考えてましたけど、で内川さんはチーソー動く、まあ、ネック解消でドラが使えると。だけど、はい、あ、ローピンを切っていきました。そうですね、急走で単4に今から向かうとシャンテンス落ちるし、はい、公家もちょっと危ないってことで軽点含みというか軽点の仕掛けにしました。はい、おっと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 、来た来た来た、あとイーソーとハック、イーソーとハック、はい、イーソーとハック、ただイーソーがねでも4枚切れちゃったの。なるほど、失礼しました。うん、さあこちらですね、これで軽点ではあると。はい、天敗、現状は内川が形式転敗を取っている。他は転敗はいない。残り山、まあ、動かれたら黒沢さんベタ折りですね。転敗、はい、だけでもっていう感じでやってましたけど、はい、残り3巡うん、ここも入らない。さあ一歩前進ではある。うん、9ピン、はい、うん、テンパレズ、はい、テンパレズ、これで残り1巡、会長もハレズか、テンパレズか、チートイツであればテンパイしてた可能性もある。まあでももう手番がないので、さあ何を切る、うんと初トンですかね、初もでも切れてない。チーソーがいいんじゃないですか、はい、もしかしたらそのトンが出たりこの順目で出たりポンでテンパイが取れるとかがありますね、はい、あでも近川さんもやめた、はい、念のため別に公に維持する必要性もないかっていう判断になりましたか、逆に、はい、さあこれでテンパイ者は伊豆で、うん、はい、続きまして南4局オーラスに参ります。さあ南4局のオーラス3本場、親は吉野、ドラは初です。さあここ初1枚、マンズが少し多い形、うん、まずまずだけどね、はい、吉野さんはちょっと2回連続まくられ2着だともやっとすると思うんで、ここはね、はい、振り切っていきたいですよね。さあ森山が左の方に初が一瞬統一に見えました。ドラドラってこと、はい、一瞬です。あ、ドラドラあります。黒沢も赤が1枚、黒沢さんは2着になるにはマンガンの出上がりから、出上がり届かず、はい、ツモからだね、ツモからですね、はい、うん、トップになるには倍ツモ必要ですね、はい、9800点差、マンツモで2着、倍ツモでトップ、うん、ローソー、ローソー嬉しいね、選択ですね。3万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 、はい、ということは
まあ、わずかながら上の3色を残す形にはなりますね、はい、これはね。フライマンの可能性はまだある。おっと、来た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 、いいですいいですマックスまで3色までいくのか、まあ、それでも裏が必要なんですけどね、はい、全部マーク来てローピンパーソーみたいに来てね。これも箱で初が出ました。この初をまあ動きますよ。はい、森山さんは8000は8900で同点のラス3着になる。3着に、はい、積もれば、うん、2着、じゃあ、うん、3着、はい、単独3着で、これで天敗ですね吉野は。サブローマン待ち、まあね、ドラポン入っちゃったんで、はい、1回上がることでまあちょっとその危険からは逃れようっていうのがありますか。はい、これはどちらを切りますかね。三層も、うん、うん、瞬間の両面両面か、はい、後々に3色を狙うやつかですけど、はい、まあドラポン入っちゃったし、うん、森山さんにねドラポン入ってなければまだ時間があったんでしょうけど、はい、森山さんにね上がられると自分がラスになっちゃうとかがあるから、うん、ここは効率も入れると。はい、さあ吉田サブローマン待ちですね、うん、さあドラの初を森山が泣いています。内川9万がアンコだった。内川さんはもうね、はい、ドラポンが入ったんで、はい、ラス目にもうこれは委ねたいですね、はい、もう上がってくださいでしっかり受けると思います。あっと、タンヤオに変えましたね。リャンワンローマン待ち。なるほどね、3万が場に2枚切れだったから、あ、いいピン入れて、はい、さすがにリーチと。さあそしてリーチと森山も転売しました、うん、ローキワン待ち。ツモ直かツモ、はい、ツモ裏条件で2着浮上ですね、はい、黒沢さんは。黒沢はローキューピン待ち。森山さんはリーチモンが出たのでどっから上がってもラス抜きはできるし、あ、 OK と、はい、吉野さんから出た場合、あ、ギリギリちょっと届かない、9900が入ると。ああ、届くね、はい、吉野さんから万が一出た場合は2着になるという状況ですね。はい、内川はシャアを引いてきて考えています。チーソー、チーソーを切っていきましたね。6万ツモだ。さあタンヤオのツモとなりました吉野、はい、さあタンヤオツモ1000オール、1000は1300オールですね、はい、まあ、6万の方積もれたんで結局変わらなかったですけどね、はい、2万が良かったんで、はい、吉野の上がりとなりまして親番は続行、南四局のオーラス4本番ですね。ドラはローピン、一上がりしてから高打点決めるとトップに届く。アクロさんの手はこちら、これはまあ今ローピンですね。ドラのローピンを入れてきましたが自敗が多い形か、ちょっとまず遠いね、はい、さあ内川はどうだ、一番辛そうか。ただね、はい、役牌が一応あるんで、まあターゲットは、はい、親の吉野さんだけなのでさっきと結構似てる状況ですね、これは、はい、だからちょっと遠目でも上がりに行くんじゃないですかこれは、うん、だから中が一泣き発信しそうですけどね、はい、黒沢さん3点だ。これは黒沢はもう3着、うーん、ちょっとね、はい、吉野さんに上がられちゃうと羽根つもが必要なんですよね、はい、着アップには、うん、そうなるともう面前手なら終わらせに行くリーチはありそうですね、はい、ちょっと高くなる要素がないんですよ ね、はい、黒沢さんの手は。さあその黒沢の手はこちら、うん、天敗ではある、うん、切ってきました。でもそうか、一応ね、羽マンツモでいけると、うん、まあ冒険にもしたくないところですね、はい、攻め込まれたら大体降りる手なのでちょっと受け駒としてシャアを残した感じですかね、はい。さあ森も赤ドラになりました。
スープになるのかな。あ、リャンゾーも、はい、じゃあこれはちょっとでも打点を見てるってことですね、はい、スーピンを引っ張るってことはドラがローピンに対しての、ドラメンツを一つは作る計算でスーピンを置いてますね、うん、はい、あ、内川さんこれで動きやすくなりましたね、はい、自分で中央重ねました。ちなみに30万円のチーム動かなかったです、やっぱ形が悪すぎるということで動かなかったんですけど、はい、あ、テンパイではあります。どうするこれ、どうしますかね、ウーピンがね、ドラヒョンのウーピンが今切れて、はい、もうちょっとドラを引いても全然嬉しくなくなっちゃったんで、うん、もう3着キープですね、これはね、積もれば上がるし。ローピン短期だったらリーチとかあります？あ、ありますよね、はい、あのドラで持ってきた場合だけもしかしたらリーチとかあるかもしれないけど、はい、ただね、破熱も必要なんですよね。リーチツもドラドラ、ウラウラ、あー、ウーマン、これでリーチあるかな。一応リーズも赤浦さんの3000、6000のパターンがありえるので、はい、これでパワーリーチしそうだけどな。有力な手代わりを考えてますけど、はい、結構3層も2枚切れたりして、ソーズのタメンちゃんもちょっとリャンソー切っちゃってるってこともあるし、うん、はい、あ、でもシャー短期、これは直撃を狙ってるんですよ ね、そうですね、パワーじゃ打ってもらえないってことですね。ここから出ました、リーチ一発赤ですね、リーチ一発赤、5200は6400の上がりとなりました。さあこれで、54回戦が終了となりました。1着から内川幸太郎プロ、2着に吉野篤プロ、3着に黒沢咲プロ、4着に森山茂和会長の順番となりました。最上で53回戦54回戦が終了となりました。どうでしたか。いや、はい、結構ねこう、はい、いろいろありましたけどね、はい、なんかまず内川さんのうまさ光りましたよね。 うまかったですね、はい、まあ、面前の手順はさすがですけど、はい、やっぱりこう際のねオーラス、うん、ラス前などの立ち回りもね、はい、やっぱり参考になるし、うん、まあ黒沢さんもまあきついなりに、はい、高打点何回か見せてくれたんで。確かにそうですね、うん、で森山さんもね、はい、こう手は作るんですけどね、あのサブロッキー、そうですね、いっぱいがねちょっと届かないっていう曲が何個かありましたよね、はい、あとは吉野さんですね、はい、吉野さんはな高内容に見えましたね、はい、まあ、そんな中でちょっとね2着2着はもやっとするでしょうけど、はい、まあそれでもまだやれる細かいところがねちょっとあったんであったですかね、まあ、これ、はい、今見返してもらったら、うん、まあ、分かると思うんですけど、はい、うん、ただあのチートイズのパーソーのツモは良かったですよね。良かったですね、あれは抜群でした、はい、うん、さあそしてですね、次回ですね、次回の55、56回戦は、佐々木久人、二階堂脇、一つ井深夜、渡辺英吾ですね、で実況が田中タスク、解説が阿久津翔太の、55回戦56回戦となります。さあそしてね、成績表が出るかどうでしょうか。はい、はい、もうちょいかかるらしいです、はいはい、そうかなと思ってました。尺的にもうちょっと喋った方がいいかなと思ってたんで、はい、いやでもその内川プロのなんかそのクールな感じで手役を作ってる感じが僕はすごい印象があったんですけど、なんかクールな感じがしたんですよね。それはおかしいです、はい、おかしいですか。みんなクールにやりますよ、ね、確かに。でもなんかもっとなんかあのフレイリザードってわかります。あれちょっと変な話ですけど、大の大冒険のなんですけど、はい、氷と炎を両方と、ああ、はい、成績が出ました。氷の炎の話はまた次回にしてください。わかりました、すいません失礼しました。さあこれで内川が4着に上がりました。さあそして他が、着順を落として、25、吉野、26、森山、吉野は上がったんですね、失礼いたしました。そして、黒沢が36、この着順となりました。さあ以上で、54回戦ですね、失礼しました、54回戦と53回戦終了でございます。どうもありがとうございました。